はい、どうも、しろきです。どうも、よしです。はい。増収しました？ほう。かな？増収ではないか。難しいラインですね。お見せしましょう。はい。早速。やっぱ、俺と言ったら、うん。平田ですよ。そうですね。はい。こちら。もう分かる人は分かるかな。ドン。ででん。ででん。このない仕上がり、はい、こちら西洋平田、西洋平田、はい、はい、西洋平田をね、この度ちょっと増やさせていただきました。なるほど。そうね、内紙が上がったろ、ね、内紙上がりナンバーワン、その内紙上がりで一番人気と言っても過言ではないんだけど、うん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 、うわ、かっこいい、かっこいいろ、うんうん、結構ね、はいはい、昔から平田ってさ、うん、分かれるんよ。ほう。あの、内斜上がりが好きな人やったり、内斜下がりが好きやった人で。結構分かれるもんね。なるほど。でも内斜上がりでは絶対に、多分人気ナンバーワンじゃない？帝王が。ほう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 。うん。いや、かっこいいっすね。これやばいでしょ。うん。こちら。はい。104.2 あります。104.2 ミリ。はい。でかい。これもね、はい。ちょっとひょんなことから、はいはいはい、あのこれツイッター見てくれてる方ならわかると思うんですけど、うんうん、ふわがたライフさんとおとんさん、はい、と一緒に、一回ちょっとこうコーヒーを飲みに行ったんですよね、うんうん、はい、あの写真貼ってきます、これですね、はい、これです、うん、でまあその前日に俺がふわがたライフさんに、はい、納品に行ったとよ、まずは、うんうん、そしたらおとんさんがちょうどおって、おー、もうすごかったよ、昼から夜何時まで喋ったかいなってぐらい。うん。もうお父さんもさ、うわーやけんさ、うん、勝手に名前出していいかわからんけど、まあ、うん。そうそうそう。わーってなって、はい、いや、ちょっと俺、お父さんラインの提供したいんですよって言ったわけ。うんうんうん、はい。じゃあ、お父さんが、あーみたいな。うん。正吉君、明日暇みたいな。はい。まあまあまあ、午前中はちょっと、マット制作とかあるけん、うんうん、午後からなら、みたいな感じで言ったら、うん、明日行っていいみたいな。言われて、あ、もう全然全然って、お父さんとライフの店長やったら、はい、全然 OK ですよ、うんうんうん、フットワーク軽いっすね、うん、でもそのまま昼、次の日の昼に、はい、そのまんまの流れで来てくれて、はい、で、うちのブリードルームも見てもらって、はい、その時にお父さんが、はい、じゃあ吉君昨日やったらみたいな、はい、これ置いていったわけですよ、ペアで、ペアで、ペアで、はい、ペアでもらってます、いいっすね、このペアも、うん、これが107の血が入ってるわけ、へ、お父さんさ、帝王でっけえのバリ出しとっちゃう、はあ、すげえ、107、そうそう、 このメス方が、うん、確か、うん、107の血が入ってるっていう、見てみたいな、107とか、うん、これ俺お父さんが作った帝王平田、うん、キューティーさんのとこで見たけど、はい、めっちゃかっこいいよでしょうね、うん、で特になんか最近の手をってもうさ、うん、幅まで出てくるけんさ、はあはあはあ、かっこいいよね、威圧感があるっすよね、うん、もう少しで餌食い出すけん、ほうほうほう、もう少しこうティッシュで管理してます、うーん、めっちゃいいよ、あー、かっこいい、もうあの内視上がり好きにはたまらない種類ですよ、ね、ブリッドね、うん、かっこいいよ、かっこいい、似合うっすね、やっぱ平田が、そうやろ、うん、そう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 、俺やっぱ平田が好きやねん、やっぱりなんと言っても何と言っても平田が好きですよ、うん、いやね、もちろんね、ヘラとかさ、うん、そういう、ね、うん、平田じゃない種類っていう虫をね、うん、そういう虫を持っとる小吉も似合うけど、うん、なんか平田、そう、なんかやっぱ平田はね、ちょっとやっぱ違うなって、うん、俺は思うかな、で特に平田はさ、うん、語れるけんさ、うん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 、うん、確かにね、ヘラクレスをさ、何十年も前のやつから語れって言われたら無理や、はい、うんで最近ウエストウッディ始めたけど、うん、ウエストウッディとかも語れって言われたら語れるわけ、うんうんうん、平田は語れるわけですよ、はい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 、うん、そうね、そう、もう平田一途でやってきたような人間ね、確かにね、ほんとね、うん、てかそういえば、うん、一匹だけの、うん、オス幼虫、ああよくぞ聞いてくれましたあれどうなりました？あれ、うん、今さなぎで、はい、もう羽化寸前、もう多分明日明後日やな、マジっすか、うん、明日明後日、かなり幼虫期間引っ張りとるで、はあはあ、結構なるっすよねあれね、うん、1オス2メス、はい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 、うん、でメスは羽化しとって45から47やったと思う、はい、確か2頭が、はいはいはい、うんうんうん、でもう1頭オスが、
今もう完全に色づいと、もう明日明後日マジで浮かやない。それはそれでもまた楽しみ、ね、楽しみやね。そうそう、だけどそのラインのメスとこれをかけることもできる、うん、なるほどなるほど、うん、はあ、めっちゃいい時期に。そうちょな、ね、ただ言うてよ、うん、1オス2メスしかおらんかったってやばくない？しかもちょうど、しかもそれがね、1オス2メスって、ね、そうそう2メス、うん、素晴らしい分かり方、まあ、素晴らしい分かり方まだ1オスしかしてないけどさ、手置き方、うん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 、どういう植生だったりとか、なんかちょっとこうまだ掴めない、はいはいはい、語れない部分も結構あるね。ただやっぱスマトラとは違うのは分かった、確実に。もうやっぱ全然違うもんです。全然違う。へえ。もうでもある程度こう次はこうすればいけるだろうなみたいなのは結構あるね。一応すで。うん。だけどこのラインしっかり幼虫取れたら、うんうん、でかい手を俺が見せてやる。うわし。それは楽しみ。絶対見せれると思います。うんうんうん。あとはあの答えが、うん、何ミリで浮かしてくるかじゃん。そうですね。ね。だ一体どんな感じですか、その。まあ、いやーもう全く分からんね。あの俺さ最近セジャの特大サナギ見すぎてあのえらいちっちゃくも見える。なるほど。うん。うーんちっちゃくねみたいな。はあ、はあははあ。にもなってしまってる。だってこの間お父さんとか、うん、クワガタライフの店長も、うんうん、カイさんもさ、うん、来てくれたやん、はい、やっぱ全然あの、うん、サナギのデカさやったりとかが違うけん。へえ。まあね近況で言えば、うん、それこそ今日、はい、今日の朝、はい、小窓タイプの洋室作っとって、うんうん、せじゃね、はい、完品やったっちゃう、はい、よっしゃ完品やんと思って結構期待しとったやつ、はいはいはい、強制送球化ラインとデルタをかけとったうん、うん、ラインみたいね、これ、はいはいはい、で幼稚も結構やっぱ調子よかったよ、うん、でそれで結構グラム乗ってたやつが、うん、あの小窓タイプの様子作って、うん、完品やったわけ、はい、それは期待するやん、はい、出したっちゃう、はい、バカでかかったっちゃう、はい、小窓タイプの様子よ、うんもう、だいたい羽が閉じとったらさ、うん、オッケー。うんうん、そうですね。よっしゃーと思ったら、はい、なんと、頭も起こせんぐらい高速でやった。で、マジで。で、ちょっともう、こう、頭もちょっとこう、斜めっとっちゃうの。はい、で、足もなんか、おかしくなっとって。うんうんうん、うっすーと思って。で、マジでショックだと思って、もう、ほんともう、落ちかけ、うん、もう、星になりかけ、うんうんうん、の答えで測ったら、うん、109超えとった。で、もう極太。いや、もう極太。へぇ。胸幅も 41.4。マジっすか？うん。はぁ。頭幅も 38.6。へぇ。やばくない？やばい。109。109.3 とかぐらいあったとか。うん、まあでも、所詮、ね、そこまでいってもダメやったっていう。そうっすねー。しょうがないよね。うん、そればっかりはね、もう。まあでも、コリ級のさなぎ？うんうん。まだまだおるけんね。そうっすよね。マジで。もう、すごいっすよね、ほんと。まあ惜しかったね今日の答えは。まあでも俺が目指したのは前も言ったけど、うんうん、110やつ。そうですね。そんなにこううわーとかならんかったけど、うんうんうん、まあ、ちょっとショックはショックですけどね。まあショックよ、だって羽も閉じとっちゃうけん。羽を閉じさせるのがさ、うんうん、難しい。いや一番、うん、そうですね。経験上だいたい羽が閉じとけば、はい、頭も起きとっちゃう、うん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 、今回はね頭も起こしきれてなかったもん。はぁ、起こしとうけど起こしきれてないで、なんか足もなんかちょっと弱々しい、うん、でももう落ちる寸前みたいな感じ。ああ、なるほど。残念やな。惜しかったよ。二日酔いの時の小吉みたいな感じか。ああ、そう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 、ね、この間のね、はぁ、落ちてね。そうだね、吉が偉い歌うけんまああれもうベロンベロンやけんですね。これ貼っとっていい YouTube に、うん、貼っとっていい？いや、YouTube にはやから。いや、まあもう、Twitter で十分。Twitter であれ、だいぶ見られとるわ。嘘。だって、あれ、アクセス、うん、もう何千って言っとったろ？マジっすか？うん。あの後、俺も見てないけん、あれやけど。じゃあ、貼っておきますわ。FC のね、ぜひ歌うのを聞いてください。いや、いいです、いいです。あの、ベロンベロンの歌は聞かないでください。シラフやろ？シラフじゃん。あれは。頼むけん酔っ払ってますって書いてって言ったのにシラフですとか書いてよ。シラフだよ。日本と思ってあれ歌ったらやばいよ。それはやばいっすよ。だいぶやばいやつ。はい、すいません。あの、あれはね、シラフです。
やばいやつじゃないですか。そんな感じです。はい、お父さん本当にこの度はありがとうございました。ありがとうございました。あの絶対あのでかい手を見せれるようにね、うん、頑張っていきたいと思います。そうですね。うん、手を開いたらちょっと力入れようと思いまして。よっしゃ。はい。また俺もその答えを見る楽しみが増えたっすね。そうだね。小吉がする虫ってやっぱ見るのが楽しいですもんね。ワクワクする。うん、ワクワクする。うん。やっぱこうね、身内やけんっていうのもあるのかもしれんけど、うん、いやどうやろう。いや、どうやろ。関係ないかな。身内やったらあんまり興味なくなっていく、ね、そういうところ。逆に。うん、確かにね。まあ、ね、いつでもワクワクさせてくれる男やな。ああ。ギラギラしとけん、まだ。目ん玉で生きとけん。いや、楽しみです。はい、そんな感じで、はい、今回おとんさんからね、うん、ワクワクをいただいたということで、はい、動画にすることに決めました。はい、はい、そんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイバーイ。ジャケラー。